湘南。湘南は、神奈川県の相模湾沿岸地方を指す名称である。語源は、かつて、中国に存在した、調査国にあった、童貞湖とそこに流入する湘水と湘港の合流するあたりを湘湘と呼びその南部にていたことから、湘湘と道帝湖南より一字ずつを取り、湘南としたとされている。なお、湘湘は、 現在の湖南湘南,南部地域の地名である。国内文献における湘南の書室は和名類受賞で、かつて中国に存在した調査国湘南県である。中世中国の湘南では、全州が発展し、そのメッカであった。現在の日本では、湘南とは主に、神奈川県相模湾沿岸を指すが、内全州を保護した鎌倉幕府の拠点、鎌倉は、 現在も、禅宗臨在宗県庁寺派及び臨在宗、縁楽寺派の大本山、県庁寺、縁楽寺の所在地であり、鎌倉時代には、無双祖籍らにより、日本の禅宗の中心地ともなった禅宗と非常に密接な関係を有する土地でもある。平成期に、湘南の定義は、神奈川県の沿岸地区地方を指す名称となり、新湘南、湘東と西湘からなる。 鎌倉や江ノ島などは観光資源が豊富で観光集客力が高く、昭和期のマスコミによるイメージ作りにより、明治期からの山と川が織りなす景観の構想から、海や太陽や若者などの連想に行っていた。湘南という言葉の由来には二つある。一つは、神奈川県は古来、相模国と呼ばれており、その、僧に山水を加えて、省として、 相模国の南部の意味としたというもの。他は中国の調査国、現在の湖南省湘南県にちなむというもの。歴史的には湘南とはもともと現在の中国の湖南省を流れる湘江の南部のことで、かつては調査国湘南県が存在し、中世には禅州のメッカとなった。日本における湘南も禅州の流入に伴って広まったと考えられ、 全州を保護した鎌倉幕府の北条独創家が医師、国内初の禅寺、県庁寺や縁楽寺を擁した鎌倉周辺の地域が中国の湘南日南で名付けられたと言われる。実際に縁楽寺の僧、無宗祖籍の周辺には湘南を関する人物、建築が参見される。また、江戸時代に入った1664年頃、室町時代に中国から日本に移住した。 中国人の子孫が小田原に位して、ウイロー商人となり、高志ゆという人物、自ら創設した大磯の市議立案に建てた石碑に、著称南京吉絶地と刻んだものが、現在の神奈川県周辺域における古称の起源とも言われる。この石碑は複製品が作られて、市議立案の庭にあり、本物は大磯町が管理している。江戸期に大磯発祥の命名とされる、 湘南は明治期に政治結社名や合併村名に用いられた。当時、相模川礎地域が湘南。相模川伊東地域は湘東または新湘南という認識だった。明治期の湘南は山と川が織りなす景観を持つ相模川礎地域に限られていたと考えられる。明治維新により、当時西洋で流行していた海水浴保養が日本にも流入し、 適した保養地として、津市や葉山、鎌倉、藤沢など、相模湾沿岸が注目されて、別荘地となり、湘南文化が芽生える。1897年、赤坂から津市に転居した徳富呂家が津市の自然を国民新聞に湘南都市余りとして紹介する。翌1898年、元日から大晦日までの日記を湘南雑筆として編纂して、 水筆集、自然と人生1900年を出版する。これを端緒に、湘南は当初の相模川西岸から相模湾沿岸一帯を表すように変化する。湘南の範囲は本来地形であるが、人や時代により様々に故障されており、行政等における範囲を可記する。県の行政区域では、 湘南地域に含まれ、江ノ島を中心とした海岸風景は昭和の湘南の代表的なイメージである。神奈川県立湘南高等学校、市立湘南学園、幼稚園高等学校は藤沢市に暮いし、江ノ田沿線の大正時代に開発された住宅地である釘沼や片瀬地域では比較的広い邸宅も見られる。しかし、北部は海からも遠く、 現代の湘南というイメージとは、ほど遠い工業、田園地帯である。地理的にも、街の雰囲気から見ても、湘南と呼べるのは事実上東海道本線以南の沿岸地域だけ言えるが、キャンパスの名称やマンションアパート名など、大学や不動産業者のネーミング戦略的な理由により、かなり広い範囲で、湘南、新湘南が当てられている。藤沢市北部に、 小田急江ノ島線、相鉄泉谷線、横浜市営地下鉄の湘南台駅があり、その西に、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスと、文京大学湘南キャンパスがある。やや南の6階にも日本大学湘南キャンパス、旧藤沢キャンパスがあるが、いずれも、海岸からかなり離れた、田園、丘陵地帯に位置する。藤沢市西部、 茅ヶ崎市北部にまたがる区域には湘南ライフタウンと呼ばれるニュータウンが存在するが海岸地域ではなく北部の丘陵地域を開発したものである昭和の湘南のイメージが一般にも定着している加山雄造は横浜生まれだが茅ヶ崎育ちまたサザンオールスターズの桑田圭介は茅ヶ崎市の出身であり現在は 茅ヶ崎海水浴場もサザンビーチと呼ばれている。1940年、昭和15年、藤沢町が片瀬町に合併を呼びかけた際、片瀬町が条件として、市名を湘南市とする案が挙げられたが、実現せず藤沢市となった経緯がある。片瀬町が藤沢市に合併するのは1947年。 1956年、昭和31年、寒川町が、藤沢市と茅ヶ崎市に、合併の上、湘南市とする話を持ちかけるが実現に至らなかった。明治期より相模川に接した東側の茅ヶ崎、寒川の一部地域は、湘東と呼ばれていた。湘東は、湘工に見立てた相模川の東の意味である。県行政区域では、湘南地域に含まれ、 県の出先機関である湘南地域県政総合センターをはじめ湘南ナンバーを発行する湘南自動車検査登録事務所など湘南地域を管轄する行政機関が多所在し行政的に湘南地域の中心である政治的にも湘南市として合併し政令指定都市を目指す構想の中心的役割を果たすがリーダー役であった平塚市長が2003年に落選し 構想は挫折する。海岸は急に深くなる地形的理由から海水浴に適さないが湘南のイメージ戦略もあり、海岸工事により近年海水浴場を開設した。相模湾を一望する湘南平は湘南海岸を俯瞰できる場所として知られる。夜景も美しく湘南地域のデートスポットとして有名である。関東三大七夕祭りの一つ。 湘南平塚七夕祭りが7月7日を中心とした3日間に開催される。サッカー J リーグの湘南ベルマーレの本拠地は平塚競技場である。市西部に東海大学湘南キャンパス、神奈川大学湘南平塚キャンパス、旧平塚キャンパスが存在する。県行政区域では湘南地域に含まれる。江戸時代、高志が大磯の東海道筋にある標石に、 巨人湘南紀吉絶地と継承を称えた言葉を刻んだことから湘南発祥の地とされており、その石踏みが城山公園内の大磯町郷土資料館に保存されている。大磯は立令以前に豪族の市張磯町国造が支配する地域だが、中央集権体制の整備に伴い朝廷に仕えたトライ人が移住したと考えられ、 高麗山や高木神社など大陸からの文化を広めた高栗からの都来人に由来する地名もある。明治以降には伊藤博文や吉田茂が別荘を構える。二宮は手狭な海水浴場で観光集客力は高くないが温暖な気候で交通の便もよく包み吉秋邸も所在する。明治期の湘南は山と川が織りなす景観を持つ相模川衛星地域。 であり、大磯、二宮近辺には、湘南馬車鉄道や、大磯町の湘南大磯病院、二宮町の湘南牛乳株式会社、など、湘南を関する企業が存在した。県行政区域上、湘南地域に含まれ、伊勢原市大船は、江戸時代に、湘山、湘竹と呼称され、歴史的に湘南海岸方面と連携する。経済面では、 車両交通に優れる平塚市と関連仏閣、小田急小田原線や国道246号で結ばれる厚木市など県央地域と関係が進化している。県行政区域では湘南地域に含まれるが山に囲まれた肌の盆地にあり、さらに大磯丘陵で湘南海岸地域と分離されており、地理的、経済的に連携は分断されている。そのため一般に 湘南の扱いは、ほぼない。県行政区域上は、湘南地域に含まれず、大磯小田原間を結ぶ青少バイパスのように、湘南の中の清少地域と呼称される。小田原市は市町村合併で地域を拡大したことにより、小田原沿岸は、湘南の中の清少地域災害の割合となっている。城下町を、はじめとくじろが強く、海や山川を生かした。 保用地と観光地の特色が強い。現在もメディアや行政的ではなく広範囲な地形的である小田原市の一部地域は湘南と認識されている。小田原市高津地区は昭和29年まで高津町であった。小田原市の中でも高津地区には湘南とされる大磯町、二宮町から連なる大磯丘陵、山と川が織りなす景観を持つ相模川維生地域の 地形となっている。明治期は、高図から海を見下ろす、丘陵地を中心に、生財海人の別荘が置かれた。湘南秘書秘官の地として、大隈重信や大鳥圭介、加藤康志明等、家族や生財海洋人が別荘を構えた。徳川義信は、大鳥別荘を、西恩寺金持ちは加藤別荘に滞在するなどの人的交流もあった。 数多くの文人たちもよく訪れていた。国鉄時代は、神津機関区電車基地に湘南電車が配属されていた。この電車に用いられた緑色に窓周りのオレンジを配した塗装とは、湘南色も呼ばれた。小田原には、湘南を冠したものが多く存在した。県行政区域上、湘南地域に含まれずに、横須賀三浦地域と呼称される。現在の図紙地域は、 昭和初期に湘南電気鉄道沿線となり、戦後横須賀市より分離独立して発足した。湘南育ちの印象が強い石原雄二郎は、逗子市で青年期を過ごしている。歴史の町や、御用邸などの印象が強く、湘南ではなくそれぞれ、鎌倉、逗子、葉山と呼称される。県行政区域上、湘南地域に含まれずに、横須賀三浦地域と呼称される。 相模湾側は千年以上昔から湘南と呼ばれ、鎌倉時代以降は幕府直轄漁港として繁栄し、東京湾側と一線を引くように、逗子市が横須賀市から分離する以前から最寄り駅は逗子駅である。横須賀市中心部は相模湾ではなく東京湾に接し、湘南の基本的な定義である、相模湾沿岸に該当しな。 経済活動も横浜横須賀道路や京急線で結ばれる横浜と連携する。相模湾に面する横須賀市や三浦市西部では、長者ヶ崎を挟み葉山に接する秋屋海岸などで、湘南を訴求する住宅地や避暑地も近建られる。湘南高取、湘南国際村、湘南信用金庫、横須賀市中心部に所在する湘南学院高等学校など、地名や企業名などに、 湘南を採用する例も多く、古くは昭和初期の湘南電気鉄道がある。プロ野球横浜ベイスターズ2010年当時に、軍チームは2000年から2010年シーズン終了まで湘南シーレックスとして横須賀を本拠地に活動した。県行政区域上湘南地域に含まれずに清少地域と呼称され、一般的に湘南として扱われることはないが、 自動車登録番号表の湘南ナンバー適用エリアである。県行政区域上、湘南地域に含まれずに、県王地域と呼称される。市内白山町小村、白山町早間島の両地区は、かつて湘南村という行政区が存在した。これは1889年に、旧小倉村と旧葉山島村の合併で生じ、1955年に旧川尻村、 旧三沢村と合併し、旧白山町が成立して消滅する。2007年、旧白山町は、旧藤野町と共に、相模原市に編入され、現在に至る。旧村名の由来は、相模川を文人が、将校と呼んでいることにちなみ、将校の南側の村である。現在、1906年に創立された、白山町大倉の小学校名にその名を留める。 県行政区域上、湘南地域に含まれずに、県王地域と呼称され、一般的に、湘南の扱いは、ほとんどないが、気象予報区における二次細分区域、湘南適用エリアである。県行政区域上、湘南地域に含まれずに、県王地域と呼称され、一般的に、湘南の扱いは、ほとんどないが、湘南ベルマーレのホームタウンの一つである。海沿いに伸びる。 国道134号は、様々な映画、ドラマ、楽曲で取り上げられ、葉山御用邸、鎌倉高校前駅、江ノ島、江星岩など、湘南をイメージとさせる地点も多く、有数のドライブコースとして知られる。鎌倉市、藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市、及びその周辺地域の合併が、神奈川県水進の期待されている合併の一つに、 湘南島県域として紹介されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。